中国国営企業ロゴ透かし問題で河野太郎氏が逆ギレ。ネトウヨが騒いでるだけだろ。和田政宗議員、河野太郎先生は確固たる保守に呆れの声。内容はこちら。中国国営企業ロゴ透かし問題で河野太郎氏が逆ギレしているようです。では内容を見てみましょう。内閣府会議メンバーが所属する謎の財団の正体、ネトウヨが騒いでるだけだろ。規制改革担当大臣の河野太郎氏はこう吐き捨てたという。再生可能エネルギー政策に関する内閣府の会議で使われた資料に中国の国営企業のロゴが埋め込まれていたとして謝罪に追われたのだ。資料は会議のメンバーである自然エネルギー財団の事業局長が提出したものでした。全国紙政治部記者。財団はあくまで事務的なミスと主張するが、かねてから同財団には中国との距離感の近さを指摘する声もあった。それが今回掘り起こされ、さらなる疑惑を招いた。これにネットユーザーたちが大激怒。日本のエネルギーが某国に牛耳られる。河野太郎の人選が問題だ、など厳しい批判が飛び交った。こんな河野氏を和田議員は、河野太郎先生は確固たる保守と言っているようです。正幸ジャパン。風緑和田。河野太郎にしようか、高市早苗にしようかい。どちらも確固たる保守だし迷うな、棒読み。今世論調査では河野太郎先生が極めて、国民の支持が高いという状況であります。これは世論調査上でございますけれども、ネット上においては高市早苗先生に対する支持というのも極めて高い状況であります。私は2人は確固たる保守であるというふうに思っています。日本人をネトウヨだとレッテル貼りする河野氏のどこが確固たる保守なのでしょうね。では次にネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。やっと馬脚をあらわにしてくれたか。まあ知ってたけど、かっこ笑い。無視したり切れたり悪態つくというのは図星だったからではないかと余計に勘ぐりたくなります。ネトウヨとか言っちゃうデジタル担当のリテラシーのなさよ。日本国民を侮辱するような政治家はいらない。マジで正体隠さなくなったな。日本人が一丸となってこの売国奴を駆逐しないとマジで日本が終わる。ダメだこいつわら。お父さんより相当ひどいかもね。本当ですね。日本国民を侮辱するような政治家は日本に不要ですよ。次はこちら。電気が止まればネットも使えなくなるし、病院で使われてる生命に関わるものまで使えなくなってしまう。それほど重要なものを外国に任せるとか、正気の沙汰ではない。なぜ敵国とエネルギーを共有しなければならんのだ。電力が停止したら、当然大勢の人が死に、産業、経済も停止して、日本は滅びます。ところが、電力を外国任せに従るこの人は何者ですか？中国への配慮、家業への利益供与がないとするならば、説明をきっちりしてもらいたい。裏金脱税の話どころではない。日本のエネルギーに関わる重大な問題ですからね。政府もメディアもこの問題についてしっかりと追及すべきです。次はこちら。ネトウヨが騒いでるだけだろ。これって左翼が論破された時の捨て台詞ですよね。これが大臣の発言。左翼が騒いでいるのかと思いましたわ。批判してる人たちを右翼と呼ぶなら、今やどこかの売国担当大臣のせいでかなりの国民が右翼と化してますがね。不都合な指摘をする有権者をネトウヨ呼ばわりするやつは保守ではない。売国三大大臣からネトウヨ認定された。そうか、俺ネトウヨだったんだ。日本のこと考えてるだけなのにな。ネトウヨイコール日本を愛する日本人ですからね。河野氏はそのことが分かっているのでしょうか。最後はこちら。やましいことがあるから問題に答えずごまかすために他のせいにする。いろんなことがめくれつつあるから逆ギレか。お前がやったことの罪は重いぞ。この人に投票した国民が悪い。安倍総理大臣が河野だけはダメだと言っていたのはこれを知っていたからだからだな。岸田さんの方がマシということか。
なんてひどい人材不足なんだ。高市さんを担がないと自民党はもうおしまい。人材不足にも程がありますよ。悲しいほどに。結論。再エネ資料に中国国営企業ロゴの透かしが入っていた問題。河野太郎氏は2日の記者会見で、資料を作成した自然エネルギー財団の大林美香事業局長を有識者として起用したことについて、特に問題があったということではないと述べ、中国国営企業ロゴ透かし問題については、TF の構成員や自然エネルギー財団について、海外から不当な影響力を行使されうる可能性があったかということは、しっかり調査をしたいと説明しています。中国国営企業ロゴの透かしを批判する人を、ネトウヨとレッテル貼りするような人に、ちゃんとした調査ができるのでしょうか。はなはだ疑問ですよ。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。